どうもこんばんは。もうね、夜の1時回ってます。まあ明日休みだからね、俺月曜日か休みなんで、まあいいかなと、ゆっくりしようと思いますね。で、これこういうの買いました。わさび開き純米初搾り新酒ということで、これ岩手県に行った時に買ったんですよ。ここのメーカーのやつ美味しかったんで買ってみました。限定らしいですよこれ。じゃあ飲んでみますね。よいしょ。お、固っ。若い香りがする。そうだよね、だってまだ11月だもん。これまだそんなに経ってない、1ヶ月ぐらいでしょ。それじゃあいただきます。あんまりね、色もそんなについてないですね、これね。わかるかな、ニコちゃんマーク。いただきます。なるほどなるほど、若い。あのね、辛口です。非常に辛口、書いてないけど日本酒度はどれぐらいでしょう。あ、書かなくてもいいのかな、日本酒度っていうのは。あれメーカーのあれなのかな、樹脂製みたいなやつかね。書いてないですね。辛口ですね。鼻から抜ける香りがね、非常に爽やか。じゃあいただきます。珍しいですね、続けて食べてます。こういう動画は初めてじゃないかな。あっくい、熱い。豆板醤を入れました。今度は味をねちょっと変えるために。ほんとね、あんまり味、あの肉的にはね、そんなに癖はないですよ。肉はね、淡白ですね、これね。わかるかな、あのあんこうみたいな感じ。食べたことある方はわかると思うけど、あんこうみたいな感じですね。うまい。そんなにね、まずくはないんですよ。なぜならこれさ、弁当とかあるじゃん。弁当のあの白身魚あるじゃん。あれとかファーストフードのさ、ハンバーガーとか使ってるところとかあるからね。だからそんなにまずくはないと思うんだ。加工食品だから書かなくていいじゃない。だから気づいてない人多いですよね。あんこじゃなくて、あのナマズ使ってるっていうの。ね、吉野家が牛丼値上げするってことなんですよね。あれだよな、下げんのは遅いくせして上げんの早いんだよな、あそこね。すき家も上げる方になんか考えてるみたいね。今上げてないけど。品質が良ければいいんだけど、昔は良かったんだろうけど、今なんかそんな吉野家が品質いいとは俺は思わない。あんまり挑戦もしないしね、あそこ守りに入っちゃってるもんな。なんか守りに入ってるよね。まあなんか新しいことやってんのかなと思ったら、あれぐらいか、あの鍋みたいなね、まだ食べてないけど、あれは好評みたいですね。宝楽園のラーメンもね、ずいぶん長いこと290円だったけど上げちゃうんでしょ。上がっちゃったのかな。